皆さんこんにちは。今日のオファークラはいかがだったでしょうか。今日の質問はですね、オーケストラの並び方についての質問がありました。ファーストバイオリン、セカンドバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスというのが弦楽器があるんですけども、バイオリンがですね、いつもと違う指揮者の、右側にいたというね、そういったリスナーからの質問がありました。そんなことはあるんですかという質問だったんですけども、実はですね、今の並び方とですね、ベートーベン、モーツァルトの時代とですね、オーケストラの並び方が少し違います。その辺についてですね、お話ししたいと思います。ではですね、オワクラの質問コーナーで、取り上げたオーケストラの弦楽器の並び方についてね、お話をしたいと思います。では弦楽器の並び方ですけども、一番上にあるのがですね、今よく使われている並び方になります。指揮者から見て左側にファーストバイオリン、その横にセカンドバイオリン、そして、指揮者の、斜め右前がビオラ、そして右側がチェロ、そしてそのチェロの後ろにコントラバスという形になります。これはファーストバイオリンから見てだんだん音が低くなっていくように並び方になっています。左からだんだん音が下がっていくという、音域が低くなっていくという形ですね。そして真ん中にある並び方がですね、最初の並びと違うところがですね、チェロとビオラの位置が反対になっています。これもですね、よく、今のオーケストラの並び方であるんですけども、これは音の高さではなくてですね、チェロのですね、楽器の構造上ですね、正面を向いてですね、音が前によく通るように、上の位置ですとチェロの音が出る方向が横になってしまうので、それを正面にして低音を少し重視させようというふうにしたのがこの並び方です。ですから基本的には、一番上の並び方と考え方は一緒なんですけども、チェロの音をもう少し充実させるというのが真ん中の並びです。そしてですね、一番、下にあるのがですね、これが、古典派時代に行っていた対抗配置と言われている並び方です。ファーストバイオリンの位置は変わりません。指揮者の左側になります。そしてですね、全く反対のところに、セカンドバイオリン、右のところですね、ちょうどバイオリンが、対面しているということで対抗配置と言われています。そしてバイオリンの横にチェロが来ます。そしてセカンドバイオリンの横にビオラ、そしてファーストバイオリンとチェロの後ろにコントラバスというですね、今のですね、現在のオーケストラの並び方とはですね、ちょっと異質な並び方になっています。これがですね、ファーストバイオリンとセカンドバイオリン、同じバイオリンですけども違うパートを吹いてですね、それを効果的に使うということですね。作曲家もそれを意識して書いていたというのが古典派です。だんだんですね、ロマ派になってくると並び方が変わるんですけども、19世紀の中半、中期から以降に活躍したチャイコフスキーはですね、亡くなる直前に書いた悲壮交響曲の4楽章でこの対抗配置を意識したであろうというですね、オーケストラの使い方をしています。じゃあその部分をね、具体的に見ていきたいと思います。はい、では悲壮交響曲の第4楽章の冒頭の部分ですけども、一番上がね、ファーストバイオリンの譜面になります。赤く印がつけてあるのがメロディーのラインになります。そうすると、メロディーがですね、ファーストバイオリンとセカンドバイオリンで分離していることがよくわかります。ちょっとファーストバイオリンのパートをね、弾くとこんな感じになります。というふうになります。じゃあですね、セカンドバイオリンを弾いてみるとこんなふうに
なります。なんかメロディに聞こえませんけども、この2つがですね合わさるとこんな感じになります。いかがですかね。この2つ合わさるとやっと、メロディファミレドシドというですねメロディーが浮かび上がっていきますですね。これをですね今の並び方でファーストバイオリン、セカンドバイオリンとするとですね、まあ同じ方向から聞こえてくるのであまりうねった感じがしません。しかしファーストバイオリンとセカンドバイオリンをですね、まあ向かい合わせにしますとですね、指揮者を挟んでですねうねるようなステレオ効果がよく出た感じになります。チャイコフスキーはですねこの部分はですねバイオリンを分けるということを想定して書いたと思われます。はい、いかがだったですかね。ベートーベンの時代のオーケストラの並び方と今の私たちが聴いているオーケストラの並び方とね多少違うと思いますけども、作曲者もですねそうしたオーケストラの並び方に、並ぶことをですね意識して曲を書いています。チャイコフスキーのですねあの楽曲を見ればよくわかると思いますけども、まだですね、大作の書いた楽譜にはいろんな仕掛けが隠されてますので今後も紹介していきたいと思います。